ようこそ、コツワズ鉄道チャンネルへ。上野方面から松戸、柏方面へと向かう常磐線を走る電車は、基本的に取手駅や土浦駅までの運行が多いのですが、千代田線の代々木上原、大手町方面から綾瀬駅を経由して常磐線にやってくる各駅停車は、ほぼ全ての電車が我孫子行きとなっています。なぜ多くの電車は茨城県へ入って取手まで行かず、千葉県の利根川の手前にある我孫子という駅で折り返しているのでしょうか。この動画をご覧いただくことで、皆さんもなぜ常磐線では我孫子行きという電車が設定されているか、その理由についてわかるのではないかと思います。それでは本編へどうぞ。我孫子駅の概要。我孫子駅は千葉県我孫子市にある常磐線と成田線の駅で、常磐線の正式な起点となる日暮里駅から約 31.3km の場所にあります。正式な住所は千葉県我孫子市本町2丁目1番1号です。我孫子駅に停車する常磐線は、品川、上野方面から取手、土浦、水戸方面へと向かう快速電車、普通列車と小田急線、千代田線方面からやってきた各駅停車の電車、また湖北、安食、成田方面へと向かう、通称我孫子市線と呼ばれる成田線の電車も、ここ我孫子駅から出ています。またかつて運行されていた特急、フレッシュ日立の一部列車が、2005年のつくばエクスプレス開業前まで停車していたこともありました。我孫子駅周辺には、南口側に国道356号線旧水戸街道が通っています。また旧水戸街道へ通じる県道195号線は我孫子駅前を通っていたこともあって、かつて停車場通りの愛称がついていました。国道以外にも商業施設のアビークオーレや JR 東日本の我孫子保線技術センター、電力技術センターなど、保線や電力設備に関する施設もあります。この他には欅プラザと呼ばれる福祉や行政関係の施設が入居しているビルも南口側にあります。また南口から出ている成田線湖北駅行きのバスに乗車して10分ほどで我孫子市役所へと向かうこともできます。反対側の北口には国道6号線水戸街道が通っていて、 JR 東日本我孫子変電所、我孫子駅前郵便局や銀行の支店、我孫子ショッピングプラザ、中央学院大学のキャンパスや我孫子二階堂高等学校、電力中央研究所の関連施設があります。そして我孫子駅の名物と言っても言い切れないのが、ホームにある駅そば、弥生軒の唐揚げそばです。弥生軒の唐揚げは他の唐揚げとは違い、麺が見えないほどの大きさとなっていることが特徴です。衣と鶏肉が醤油系の味で、そばつゆと絶妙にマッチして、鉄道ファンや立ち食いそばマニアから絶賛の人気のメニューとなっています。この名物唐揚げについては、単品で頼むお客さんはもちろん、唐揚げのみをテイクアウトをするお客さんも多いそうです。ちなみに余談にはなりますが、駅名の我孫子という文字は初見で我孫子と読めないこともあってか、国鉄時代の入社試験にも出たほどの難読駅名となっております。我孫子行きが走っている主な路線を紹介。さて、そんな我孫子行きの電車ですが、多くの人が常磐線各駅停車をイメージするのではないかと思います。ですが、成田線我孫子支線の終着駅ということもあって、常磐線に直通せず成田線だけの運行として、我孫子駅で折り返す列車も多く設定されています。また上野や上野東京ライン経由で品川から来る緑色の常磐線快速電車でも、15両編成で運転される成田線直通列車の前より5両が我孫子行きとなっているほか、数は少ないですが、
上野方面からの我孫子行きの快速も設定されています。そして常磐線各駅停車は綾瀬から先、北千住、代々木上原方面の東京メトロ千代田線、また千代田線の代々木上原駅を介して小田急線と直通運転を行っています。そのため東京都と千葉県だけではなく、神奈川県内にある小田急線の駅でも我孫子行きの電車を見ることができるのです。ところで、どうしてこの我孫子行きはたくさん運行されているのでしょうか。なぜ我孫子行きがたくさん走っている。さて、本項目にて我孫子行きの電車が多数設定されている理由を路線系統別に見てみましょう。まずは常磐線各駅停車、そしてその直通先である千代田線、小田急線の場合を見てみます。こちらの場合、この我孫子駅が常磐線各駅停車の実質的な終点となっていることが理由となります。そのため多くの列車が直通する東京メトロ千代田線や小田急線でも我孫子行きの電車が多数設定されているのです。常磐線各駅停車自体は利根川を渡った先にある茨城県にある取手駅まで線路はあります。しかし終点の取手駅まで行く列車は平日の朝と夕方のみで、歴史的経緯からほとんど設定されていません。こうなった理由については、1982年に常磐線の我孫子取手間で複々線化された頃まで遡って紐解く必要があります。当時の国鉄は綾瀬我孫子間の複々線を取手まで延長し、営団地下鉄千代田線乗り入れの各駅停車についても取手駅までの運行にすることを決めていました。複々線化後の我孫子取手間の運行形態ですが、快速と土浦方面に行く普通列車は取手までノンストップ、一方の各駅停車は我孫子駅を出た後は途中の天皇台に停車した後、終点の取手へと向かうことになっていました。ところでこの天皇台駅ですが、現在の松戸車両センター我孫子派出所にあたる車庫の近辺が宅地化されたことを受けて1970年に開業した比較的新しい駅です。当時は各駅停車が我孫子駅までの運行だったこともあり、暫定的に快速電車がこの天皇台駅に停車し、複々線化後は当然この駅を快速電車は通過するはずでした。ところが1973年に国鉄から複々線化の計画を示された我孫子市は、将来的に天皇台駅を快速電車が通過となってしまう計画を知ってしまいます。快速電車が天皇台駅を通過してしまうことによって住民が不便になってしまうと考えた我孫子市が対策委員会を設置。行政だけではなく天皇台駅を最寄りとする地元住民からも快速電車通過反対の声が上がりました。ここで通過反対の声が上がった理由を説明しますが、常磐線各駅停車と営団地下鉄千代田線の直通運転が始まって以降、特に都内の綾瀬、亀有、金町の各駅からは上野行きの電車が一切運転されなくなってしまいました。そこで利用者は乗り換えが面倒だが、国鉄の路線だけで済む北千住で快速に乗り換えるか、営団の初乗りを払った上で西日暮里駅で山手線、京浜東北線に乗り換えないといけない事態になってしまったのです。他にも当時の営団地下鉄の労働組合は国鉄の労働組合より頻繁にストライキを行っていたことも関係します。営団のスト決行時において綾瀬金町間の利用者は江戸川を渡った先の千葉県にある松戸駅まで戻った上で、日暮里上野方面まで遠回りして都心へ行かなくてはならなくなり、国鉄や営団側の論理だけで利用者目線が欠如していたゆえ、迷惑乗り入れなどと言われてしまったのです。こうした状況を鑑みて我孫子市や駅周辺の住民は天皇台駅への快速停車を引き続き国鉄にお願いしたのです。
そこで国鉄は快速電車が走る線路上に設けるホームの設置費用を我孫子市などの自治体が負担することを条件として、引き続き快速電車は天王台駅に停車。その間に NEC 我孫子事業所の開設が決まり、天王台駅は快速停車駅として認められることとなったのです。この結果、1982年の我孫子取手間の複々線化以来、常磐線各駅停車は朝夕の通勤通学の時間帯だけ取手駅まで運転され、それ以外の時間帯では我孫子駅発着の状況が続いているのです。取手までの常磐線各駅停車の電車は2021年3月のダイヤ改正まで土休日も運転されていましたが、それ以降は平日の朝と夕方のみの運転に。現在は我孫子行きをメインとして、朝や夕方夜間帯を中心に一部で柏行きや松戸行きが設定され、平日の朝と夕方のみ取手行きが設定されている状態です。ちなみに我孫子駅まで到着した常磐線各駅停車の電車は基本的にそのまま折り返して運行するのですが、ごく一部に我孫子駅で運用を終えて入庫する電車があり、以降は基本的に先述した松戸車両センター我孫子発出所へ入庫します。一方で成田線と常磐線快速電車の場合は、我孫子駅から先取手まで行く緑色の快速電車だけではなく、青色でグリーン車を組み込んだ電車を使う普通列車や特別快速が取手駅から先の土浦水戸方面まで直通し、この他に特急日立常磐などが走っています。すべての成田線の電車を常磐線に入れるわけにいかない事情もある上、成田線は常磐線と比較して輸送量が小さく、5両編成で事足りてしまう時間帯も存在します。一応1時間に1本程度は上野まで直通させていますが、遅延リスク軽減などの観点も含めて成田線からの我孫子行きが一定数設定されていると考えられます。また成田線に直通して成田駅まで行く常磐線の快速電車の場合、成田線がそもそも10両編成までしか無理という事情があり、前5両だけ我孫子行きという列車も多数あります。また終電と土休日の朝の2本のみですが、上野からの我孫子行きも設定されています。こちらは常磐線各駅停車の入庫列車と同じく、我孫子駅の近くにある松戸車両センター我孫子発出所へ入庫するために設定されているものと考えられます。実は他にも我孫子行きが走る路線が、常磐線の緑の快速電車と成田線、常磐線各駅停車、千代田線、小田急線の印象が強い我孫子行き。我孫子行きはこれらの路線の印象が強すぎるのですが、実は他にも我孫子行きの電車が設定されている路線があります。まず一つ目は、常磐線の土浦、水戸方面からやってくる青い普通列車です。常磐線の普通列車は基本的に土浦、勝田方面から上野、もしくは上野東京ライン経由で品川まで運転される列車がほとんどですが、深夜の22時32分に勝田駅を発車する我孫子行きの列車が、土浦、取手間、水戸方面から茨城県南部への最終列車として運転されています。この列車は終点の我孫子駅に到着後、松戸車両センター我孫子発出所へと入庫した後に、翌朝我孫子駅を6時26分に発車する高萩行き普通列車として再び茨城県方面へと北上していきます。この列車が我孫子始発で運行されている理由としては、茨城県内の通勤ラッシュ需要対応と考えられます。茨城県内の常磐線は東京都内の常磐線と比較すると利用者の数もあり、本数は少なくなってはいます。しかし取手から土浦、土浦から水戸、水戸から勝田や日立など茨城県内の事業所へ通勤する人は多く、もしこの電車が設定されていなかった場合、
他の列車との間隔が空いてしまい混雑が激しくなってしまいます。そのためこの列車は列車間隔の調整役として運転されていて、茨城県内の通勤ラッシュによる混雑対策に貢献しているのです。日立製作所パワー、舐めてはいけないです。ところで常磐線とその直通先以外でも、実は我孫子行きの電車は見ることができます。それはどの路線なのかというと、大阪の大動脈として君臨する大阪メトロ御堂筋線です。なぜ常磐線から遠く離れた大阪でも我孫子行きがあるのかというと、御堂筋線にも我孫子駅という読み漢字が全く同じ駅名があるからです。ただし我孫子という地名は先ほども紹介した通り、国鉄時代の入社試験にも出題されるほどの難読駅名であることを紹介しました。このため大阪メトロでは旅客に案内する際、例えば駅の入り口や駅名表、列車の行き先表示、駅の発車表など切符以外のほとんどの箇所において漢字表記の正式名称は用いず、ひらがなで表記されています。大阪メトロで難読駅名をひらがなで案内する例は他にもあり、難波、中本などの例があります。さてそんな御堂筋線の我孫子行きですが、平日の朝ラッシュ時に3本設定されています。我孫子に到着した後は中本寄りにある引き上げ線で折り返し、最初の2本は中津行き、最後の1本は新大阪行きとなって運転されます。このほか一つ手前の長井駅近隣にあるヤンマースタジアム長井で大規模なイベント開催時に天王寺行きを延長する形で臨時の我孫子行きが設定されることがあります。ところでこの我孫子行きですが、かつては御堂筋線の終着駅であり、さらに近隣にでかい車庫が設置されていたこともあり、1980年代までは多数の列車が設定されていました。しかし御堂筋線が8両編成から9両編成、10両編成へと増結し長くなることに対処するために、我孫子駅近くの車庫である我孫子検車場ではキャパオーバーになり、堺市の中本駅付近に新たな車庫用地を確保できる見通しが立ち、我孫子駅から先堺市方面へ御堂筋線を延伸させます。そして1987年4月に中本まで御堂筋線が延伸、それと合わせて新金岡中本間に中本検車場が開設されました。この時8両編成しか入線できなかった我孫子検車場は廃止され、それ以降我孫子行きの電車はかなり数を減らしました。直近では2015年3月1日のダイヤ改正までは平日は朝夕に合計10本、土休日も4本運転があったようですが、その日行われたダイヤ改正以降は土休日の我孫子行きは全廃となり、以降現在まで続く平日朝ラッシュ時間帯の3本のみの運転となっています。さらに余談となりますが、以前は伊豆急下田からの特急踊り子で我孫子駅を始発終点とする列車が設定されていました。上野東京ラインの開業以降から2021年2月まで臨時列車として設定され、週末を中心に運転され、我孫子踊り子や唐揚げ踊り子などとも通称されていました。しかし2021年3月のダイヤ改正で踊り子号の車両が全て 185系から E257系に置き換えられるのに合わせて設定が廃止されています。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、我孫子行きの電車がなぜ多数あるのかについて、よく見かける常磐線各駅停車の我孫子行きは我孫子駅が実質的な終点というのが理由であること、常磐線各駅停車が我孫子を実質的な終点としている理由は天王台駅が関係すること、その理由は我孫子取手間の複複線化工事の際に天王台駅の快速通過を住民や我孫子市が反対し、
後に国鉄が条件付きで快速電車用ホームの設置を認めたことが理由であること。これゆえに本来の常磐線各駅停車の終点である取手まで行く列車は現在平日は左右のラッシュ時間帯しか運転されていないこと。一方の常磐線快速電車や成田線の我孫子行きは成田線のホーム有効調や需要などが主に関係し、常磐線各駅停車ともども入庫のための我孫子行きもあること。このほか土浦勝田方面からの常磐線や遠く離れた大阪メトロ御堂筋線でも我孫子行きの列車があること。我孫子駅の名物として弥生軒の唐揚げそばがあることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。